皆さんこんばんは、上水ゆきでございます。完全招待制の晩餐会を開催したり、公園にレジャーシートを敷くなど、存在としての公園をコンセプトに様々な活動をしています。現象のラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。部屋とワイシャツとサムエと題してですね、サムエを着た写真をインスタグラムと X にアップし続けています。バンドメンバーでもあり、カメラマンの元吉くんが僕の写真を撮ってくれているんですけども、この活動はですね、2021年の年始から続けています。最初ね、元吉くんがその人物を撮る練習をしたいと、風景とかはね、建物とかそういうのは仕事とかでも撮ったりするレベルでやってたんですけども、人を撮るっていうのはあんまりやったことがないから練習したいっていうふうに言ってて、で僕もですね、サムエを着始めて半年ぐらい経ってたんで、サムエの写真撮ってほしいんだよねみたいなところでお互いの利害が一致したんで、じゃあやりましょうということで、最初ね、天神で写真を撮ってみたら結構楽しくて、それ以来ですね、春夏秋冬、取りに行ってると。で、なんかだんだん最近はなーなーになってきてですね、年2回とかになったりして。で、今回多分ね、13回目か14回目かの撮影なんですよね。で、今までは福岡市内が多かったんですけど、時々市外にも出てね、撮ってみたりって感じでしてたんだけど、今回ついに福岡県外に出て、京都、大阪で撮影しました。関西に行くのはですね、中学校の修学旅行ぶりで、まあ、実に二十数年ぶりの関西ということで、とても楽しみにしてました。初日土曜日ですね、5月末の土曜日に、撮影をして、日曜日には、まあ、いろんな人に会って、で月曜日にも、友人に会って、月曜日の夕方帰るというようなスケジュールにしてたんですけども、まあ、今日はね、その土曜日の撮影とかね、まあ1日目のことをお話ししたいなと思ってます。まずね、朝一、始発ではないんですけどもね、始発の次の次ぐらいの新幹線に乗って、新大阪に行きました。で、新大阪から、なんか乗り換えてですね、京都の鴨川の近く、ちょっと駅名忘れましたけども、鴨川の近くに、向かいました。で、時刻は朝の10時過ぎとかだったかな、10時過ぎか10時半ぐらいだったと思うんですけども、そこからね、撮影を開始すると、鴨川スタートですね。で、とても天気が良くて雲一つない本当に青空で、まあ、天気がいいのはいいんですけど、真夏日というか、猛暑でしたね。まあ、天気に恵まれる形で写真撮影がスタートしました。で、鴨川から、花見小路ですかね、に行って、八坂神社に行って、で、五重の塔とかが見えるというか、五重の塔の前のなんかの坂とかね、撮ったりしましたね。八坂神社ではですね、さすがに疲れて休憩をしてたんですけど、そしたら、目の前にスマホが落ちてることに気づいて、困ったね、言ってたら、お母さんから電話がかかってきて、持ち主のね。で、まあ、家が近くだということで、スマホを取りに来られました。で、スマホを、渡したら、ちょっとこれで何か食べてくださいって言って、5000円もらったりしましたね。なんか、撮影だけじゃない、そういうね、エピソードがいろいろあります。例えば、なんですか、二年坂ですかね。なんか坂で撮影してたら、めちゃくちゃ人が多かったんですけど、僕サムエを着てるからなのか、人が避けてくれるんですね。なんか、普通観光客の方が撮ってたりとかしても、その、ごちゃごちゃした中で頑張って撮ってたりするんですけど、僕が撮る体制に入ると、みんなが道を開けてくれるっていう現象が起こって、この、サムエ強いなと思いましたね、京都ね。ぜひ人混みを避けたい方は京都でサムエを着てみるといいかなと思います。5時間ぐらいかな、休憩込みで5時間ぐらい過ごして、3時から大阪の方に移動しました。1時間ちょっとかけて、新世界
ですかね。新世界で夜撮影するために、ホテルにチェックインをしました。で、僕はホテルをですね、西成に撮っておりまして、カメラマンの元吉くんは別のホテル撮ってたんで、お互い別々、ちょっとチェックインしてまた集合しようっていうことで、ちょっと時間が、1時間ぐらい余裕を持ってたんですね。で、ちょっと時間が空いたんで、アイリン地区をですね、視察しました。日雇い労働者の街というかですね、エリアですけども、まあ、ゴミとかがすごくて、鼻が死んでるんですけど、僕は。それでもね、わかるぐらいちょっと匂いがきついとこだったんですが、で、あと、なんでしょうね、配給とかの時間だったのかわかんないですけども、おじいちゃんたちがですね、長蛇の列を作ってて、まあ、だいぶね、治安が良くなったというか、というふうに聞いてますけども、なんかね、むき出しの、貧困みたいなね、なんか目の当たりにさせられたという感じ。まあさせられたというか、まあ自分で言ってるんで、視察をしたという感じなんですけども、剥き出しのね、感じだなぁと思いました。で、なんだろうな、感想としてはですね、なんか明日は我が身だなぁということをちょっと感じたっていうとこですかね。本当にどこでね、人生がどう転ぶかわかんないんで、なんかそういう、自分ごととして捉えたっていう感じでしたかね。で、まあ、そこから、夕方、新世界の方に移動して、てか、アイリン地区から、また、新世界まで、言うて徒歩5分から10分とかなんで、すごい、コントラストというかね、ビカビカしてる街と、みたいな、そのコントラストすごいなと思いました。で、まあ、新世界ではですね、撮影ということで、射的をしたりですね、ポルノ映画館みたいなところの前で写真を撮ったりとかですね、まあ、とにかく新世界のいろんな奇抜な場所でですね、撮影したんで、ぜひね、インスタグラムと、僕の X を見ていただけたらですね、写真をね、毎日1枚ずつぐらいですね、公開してますんで、よかったら SNS 覗いてみてください。で、夜はですね、串カツを食べて、その後新世界を出て、もう帰ろうかって言ってたんですけど、それこそ向かい側に、動物園街、動物園前一番街とかいう名前の商店街があって、そっちも撮影してみようかって言ってたら、その商店街、まあ、ザ商店街ですよね、見た目は。ザ商店街なんだけど、中が全部ですね、カラオケ居酒屋っていう、名目で、まあ、いわゆる、カジュアルなスナックみたいな感じでね、ガラス張りになってて、カウンター席のね、カラオケ居酒屋と銘打って、まあ、スナックみたいなことが、ずーっと続いていくんですね。もう、商店街の店のね、8割、下手したら9割ぐらいがカラオケ居酒屋って感じですね。すごい異様な光景でしたね。で、ガラス張りだから、そのカウンターの中とかお店の中から、おいでおいでってしてくるっていう感じで、ちょっと怖かったですね。で、奥まで行ったら、飛び出し地、左に曲がると飛び出し地ってなって、風俗街があって、これもせっかく来たからにはですね、ちょっと視察しなければならないと思って、そっちの方にも、飛び出し地の方にも行ってみました。まあさすがにね、飛び出し地は撮影するとまずいと思うんで、通っただけなんですけども、引き戸がね、開いてて、その向こうに女性がいて、それも手を振ってくるみたいな感じで、なんていうのかな、ここでもですね、剥き出しだなっていうね、剥き出しの生産業だなって思ったんですよね。中洲とかね、たまに通ることありますけど、中洲とかはやっぱりその、何ですか、外に別に人がいるわけじゃなくて、別に表から見える状況じゃないんですけども、飛び出し地はその、もう、引き戸が開いてて、もう女性がど真ん中にいるっていう状態、それがずっとずらーっと並んでて、まあ、つまり人がこう、並べられてるような感じで、まあ、剥き出しの生産業って感じでしたね。で、これってなんかあんまり、一個の切り口で語れないというか、まあ、いろんな側面がありすぎるし、ある側面から語ると、じゃない一面もあるよねっていうことで、どうにも語りにくい光景でしたね。
まあ、そんな感じでちょっとこう思うところありみたいな感じで、まあ、アイリン地区とか新世界とか飛び出し地とかそれぞれのこう剥き出しの感じ、そしてその徒歩5分ぐらいで景色が変わっていくこのコントラスト、パキッとしたコントラストですよね。まあ、もっと言うとちょっと向こうにいたらね、アベノハルカスですかね、現代都市みたいなのもあるから、なんかすごいパキッと分かれたこのコントラストが、むき出しだから異様に思う、大阪ってちょっとすごくないって思うけど、実際都市部ってどこもそんなもんだよなみたいな、隠されているだけで、実際5分隣では貧困に苦しむ人がいたり、5分隣ではまあね、ちょっと人権的にどうなのかみたいな物議を醸すような状況があったり、かたや浮かれていたり、かたや、お金が突っ込まれて、すごいね、綺麗にされてあったりっていう感じで、なんか社会の縮図だなと思って1日目を終えました。ちょっと時間が来ちゃったんで、次回はですね、2日目のお話ですね、大阪で初めてね、レジャーシートを敷いた話とかをしてみたいなと思います。本日は以上です。番組のご意見ご感想はハッシュタグ現象をつけて X でポストしていただくか、 Spotify の Q&A よりコメントをいただけると嬉しいです。また現象の活動を応援してくださる方は番組をフォローして今後の配信もお聞きいただけると更新の励みになりますので、ぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。